エルンスト・イングマール・ベルイマンは、スウェーデンの映画監督、脚本家、舞台演出家。神の沈黙、愛と憎悪、生と死などを主要なモチーフに、映画史に残る数多くの名作を発表した。ベルイマンの発音は正しくは、ベイリマンに近い。イングマール・ベルイマンは1918年7月14日、スウェーデンのウプサラで生まれた。父は牧師であり、兄のダーグは、外交官。 妹のマルガレータは後に小説家となった。ベルイマン家は首都ストックホルムで生活しており、ベルイマンもそこで育ち、1937年にはストックホルム高等学校の文学、美術史学科に入学して舞台演出の道へと進んだ。1942年には映画会社のスベンスクフィルム社に入社し、1943年にはエルセフィシェルと結婚。なお、 1945年にエルセとは離婚し、その後も多くの女性と結婚と離婚を繰り返して、ベルイマンは通算で5度の結婚を行った。1944年、アルフ・シェーベルイ監督のモダエの脚本を手掛けた。また同年、ヘルシンボリ史実劇場の主任演出家となり、その後もヨーテボリやノーショーピング、マルメ、ストックホルムなどの都市で舞台演出を行った。 1945年、危機で映画監督としてデビューし、その後、数本の低予算映画の中で、自らのスタイルを模索する。1950年、夏の遊びの頃から、映画監督ベルイマンとしてのスタイルを確立した。1952年、不良少女モニカで、フランスのヌーベルバーグの作家たちに賞賛される。しかし、批評家から激賞されても、 工業的な成功をなかなか出せず、プロデューサーからも次回作で工業的な成功がなければ二度と映画は撮らせないと圧力をかけられる。そんな中で制作した1955年公開の夏の夜は三度微笑えむでカンヌ国際映画祭の特設賞である私的ユーモア賞を受賞し、国際的な評価を得る。1950年代後半、 夏の夜はサンタビホホエムでの成功を糧に映画制作の自由を得たベールマンは立て続けに両作を発表。神の存在をテーマとした第七の封印ではカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞し2年連続でカンヌ受賞を果たす。人生の老いについて描いたノイチゴではベルリン国際映画祭でグランプリにあたるキンクマ賞を受賞。 権力と迷信の対立をコメディタッチに描いた魔術師ではベネツア国際映画祭で審査員特別賞を受賞し世界三大映画祭の主要部門を制覇。復讐と神の存在を描いた諸女の泉は第33回アカデミー賞にて外国語映画賞を受賞し世界的な映画監督としての名声を不動のものにする。1960年代 鏡の中にあるごとく、冬の光、沈黙の3作品、いわゆる、神の沈黙三部作と呼ばれる映画を発表、こちらも高い評価を得る。また、神の沈黙三部作以降は主に愛人であった女優、リブールマンを主役に据えて、人間の本質に迫る数多くの良質の作品を演出した。1963年には、ストックホルム王立劇場の総監督となる。 1965年、チャールズ・チャップリンと共に、エラスムス賞を受賞。1966年には、ゴトランド島の北にあるホーレ島での生活を始めた。その後も、精力的に活動していたが、1976年に、スウェーデン警察に脱税容疑で逮捕される。これは無実であり2ヶ月後には釈放されたものの、ショックを受けたベルイマンは入院し、 回復すると、スウェーデンを去ることを表明して、各国を回った後西ドイツのミュンヘンに落ち着いた。1978年にはスウェーデンで名誉回復がなされたため、後に帰国した。1982年、五次間長の大作、ファニーとアレクサンデルを撮影後、映画監督業から引退。その後は、以前から映画制作と、 並行して手がけていたスウェーデン王立劇場での舞台演劇2000年舞台演出家兼脚本家としての活動を続けたただし愛の風景日曜日のピュー富津の愛各ももえなど自伝的作品を中心に脚本家として映画制作にも携わった1991年高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞1995年には 最後の妻であるイングリドを亡くした。2003年、突如として20年ぶりの監督作品、サラバンドを発表。この映画はベルイマンにとって最初で最後となるデジタル HD 撮影による作品であり、監督としての健在ぶりをアピールした。2007年7月30日、スウェーデンのフォーレ島にて死去。89歳だった。8月19日には、 同等で葬儀と埋葬が行われた。一般的に、イングマール・ベルイマンは20世紀を代表する映画監督の一人とみなされている。2002年に、サイトサウンドが行ったアンケート調査によれば、ベルイマンは映画監督が選ぶ映画監督ランキングで第8位にランクインした。デンマークの映画監督であるビレアウグストは、黒沢明とフェデリコ・フェリーニに並ぶ3、 大映画監督として、ベルイマンの名前を挙げている。ウディア・レンやクシシュトフキエシロフスキなど、ベルイマンに影響を受けたと告白する映画監督は、媒挙に暇がない。第七の封印や、沈黙のような、刑事上学的とも言われる代表作から、難解な作家とも評されるが、一方でわかりやすい作品も多い。また、女性を主役に据えた作品が多いのも特徴である。 ベルイマンは正式な結婚を少なくとも5度、行っており、そのような自身の女性変歴を反映したかのような作品も数多く見られる。ベルイマンの映画は舞台劇的と評されることが多いが、ベルイマン本人はあるインタビューの中で自作の映画、ある結婚の風景を舞台化するときに構成やセリフのほとんどを書き換えなければならなかった例を挙げて、 映画と舞台は別物であると訴えている。ちなみに演劇では主にウィリアム・シェイクスピアとアウグスト・ストリンドベリを好んで取り上げ、自らの劇団を率いて日本で大胆な解釈に基づくハムレットとストリンドベリの霊場、ジュリー、三島紀夫の佐渡公爵夫人を上演したこともある。その他、ありがとうございます。